やはり今年も過酷な夏だった。全38日間、19大会、1ヶ月以上にわたり繰り広げられた真夏の最強戦士決定戦 G1 クライマックス29。この夏一番過酷だった出来事ですね。死にかけてる、本当に死にかけてる。あれは逃げ道なくすためにははっきりしなきゃいかんなと。終わったと思います、正直。あの時、あの瞬間、何が起こったのか。世界一過酷なリーグ戦、その激闘を振り返る。何よりも嬉しかったのは、やっぱ掴んだ感覚はあったよ。 This is one of, if not the biggest matches of my entire life. This is the first time I've ever... 見てれば分かります。新しい景色持っていける自信はありますね。決勝決めさせてもらいます。限界は本当の限界でした。これは男たちの激しく儚い激闘の記録と記憶。今年の G1 は総勢20選手が A、B ブロックに分かれ、総当たりのリーグ戦を行う。全ての勝ちは2点、負けは0点、引き分けは1点。各ブロック1位同士が 8.1 に優勝決定戦を行う。史上初、アメリカでの開幕を迎えた今大会、歴史的な一戦を一目見ようと多くの観客が詰めかけた。そしてこの男もまた開幕を心待ちにしていた。昨年準優勝に終わった井伏浩太。今年は新日本プロレス所属になって、初めての G1 だったし、いろんなことがあって、やっぱりちょっと今までとは違う気持ちで挑みましたね。それがいわゆる覚悟なのかもしれないです。はい。しかし初戦の健太戦でアクシデントが井伏を襲った。もう真っ白ですね。終わったと思います、正直。場外へ飛んだ際に左足を負傷。開幕戦いきなりの黒星を喫した。このあと僕は続けられるのかっていうのも、その試合中に一瞬でいろいろ悟りましたね。なんかこれまずいんじゃないかと。メインイベントは昨年の G1 覇者棚橋弘と IWGP ヘビー級王者岡田和親がいきなりの激突。棚橋は封印していたハイフライフローを解禁し追い詰めるも、最後は王者岡田がレインメーカーで勝ち点2を獲得。A ブロック開幕戦、5年ぶりの出場となったランス・アーチャーが地元ダラスで勝利を飾った。ジュニア王者オスプレイは初戦黒星。B ブロック開幕戦、因縁の相手ジェイ・ホワイトに並々ならぬ覚悟で立ち向かう男。俺 G1 出る資格なんて今年入ってから別に何も実績を残してなかったんで、何をやったかっつったら J に負けたことだけだから、ここで負けてるようじゃ本当 G1 に出る資格はなかったとすら思ってたんで、はい。
4.29、 後藤は J に敗れ修行の旅に出発。 LA 道場の盟友柴田勝頼の下で己を鍛え直し、この一戦に挑んだ。嬉しかったのはやっぱ会場の反応というか、はい、あの後藤コールは忘れないですね、はい、B ブロック開幕戦ネバー無差別級王者石井智弘は白星発進、内藤哲也はまさかの開幕戦を落とした。A ブロック第2戦メインイベント、棚橋博 VS 健太、注目の初対決。まあ、ファンの人とそのリング上とのなんか、まあ、まあ信頼関係みたいなものはあると思うんですけど、しっかりもう出来上がってて、やっぱちょっとよそ者は簡単には入れないよっていう、なんかそのなんていうのかな、まあ、良くも悪くもなんかそういう感じはしましたね。でもだからといってそこに入れてほしいっていうなんかこびるような戦い方は別にしたくないし、別に入れてくれないなら入れてくれないで、別にそれはそれで別に僕は構わない。ただ自分のプロレスをやりたいことをやるだけなんで、っていう思いをなんか強くした感じでした、ね。まあ、これで終わりじゃないんで本当に、まあ、これから今できる、まあ、僕を見せていきたいとは思ってます。見てればわかりますよ、見てればわかります。A ブロック2日目、盤石の強さを見せる岡田、そしてアーチャー健太が連勝で4点、棚橋いぶしは未だ勝ち星なし。B ブロック第2戦G1 クライマックス初出場の太一が地元凱旋。相手は IWGP インターコンチネンタル王者内藤哲也。今年2月と同じ顔合わせがメインイベントで再び実現。まあ、G1 でもあるけども、まあ、G1 以外の意味もあったから俺の中では、やっぱ2月のインターコンチの時に、まあ、飯塚がねああいう感じで出てきて、まあ、引退間近っていうのもあっただろうし、あいつはあいつなりになんかこうやりたかったんでしょ、だから出てきちゃったでしょ、我慢できずに。やっぱ同じ札幌のメインイベントで組まれて、だからもう続きなんだなとは思って、
これが G1 クライマックスだこの野郎。アイアンフィンガーをね成仏させねえといつまでもカタ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 言ってるから、夜うなされんだよ本当に。あこうもううわうわとかなんか聞こえて、もうあの7月の内藤戦以来、まあ、ぴったりやんだけどね、うん、飯塚成仏マッチだよな、ね、G1 というより、うん、だからそういうね熱い真夏の熱い戦いがとかね、別にそういうばっかりじゃねえからって、うん、そういうことしなくてもさ別に勝つ手段なんていくらでもあるし、まあ、だからそういった意味でね、あのこれが G1 クライマックスだよって俺が教えてやったと、うん、B ブロック2日目 IWGP US ヘビー級王者ジョン・モクスリー石井智弘ジュース・ロビンソンが連勝で4点内藤まさかの2連敗。満身創痍、体的にもまあ足をちょっと怪我したんですけど、その足的にもちょっと限界だったかなっていう、はい、This is what we do. We always power through injuries. We always just go through it. But I just felt at one point, it was that moment I got backstage. I was just this. I don't feel natural. I don't feel right. I have it on my notepad of the things I've got to do before I die. And the G1 climax is in there. And I didn't want to just do the G1. I wanted to complete the whole thing. I wanted to just, I really wanted to be a part of it. G1 はみんなこうやって一人一人怪我を持ってかかってます。多分皆さん分かったと思うんですけど、飛び技がやっぱり普段よりも少なめだったと思うんですよ。それは実際飛べないから、うん、じゃあどうするんだっていう、その飛び技の部分を変えたのが多分、まあ、やっぱり自分のもう一つの得意分野である、まあ、打撃であったり、うん、まあ、特に膝、勝ちにこだわる試合ができたのかなと。そしてこの男もまたこの試合にこだわりを持っていた。真田と同門対決を迎えるイービル。一番印象に残ってるのは真田戦かな。 G1 前からグータッチをしなかったのは真田に勝つためで、組んでても刺激もらえますよ。改めて戦ってみて、戦った方が刺激はありましたね。自分から仕掛けたことで結果につながったのは良かったと同時に、改めて真田はすげえレスラーだなと思ったよ。 A ブロック3日目、イブシ・棚橋が念願の1勝目、イービルが同門対決を制した。VS 狂犬、注目の初対決。 I just woke up on the second day like I couldn't turn my head side to side, and there's this nerve that's running through my neck into my shoulder blade down into my tricep. First time I've been in the main event in Japan was against Tomohiro Ishii,
at Corrigan Hall, first time at Corrigan Hall, there's a certain level of pressure there that you gotta kind of try to not think about it. You just have to focus on the task at hand.石井との激闘を制したモクスリーが単独首位に浮上。ジェイはよもやの3連敗を喫した。IWGP ヘビー級王者 VS IWGP ジュニアヘビー級王者ケイオスの同門チャンピオン対決。決勝決めさせてもらいます。まだまだ次はございます。盛り上がっていきましょう。G1 クライマックスがここ東京に戻ってきた時は新日本プロレスに金を投げようぞ。 A ブロック4日目、岡田、健太が無傷の4連勝で首位をキープ。4年ぶりの G1 開催となった広島大会、この地で巻き返しを図るのは。連敗したことは非常に痛かったですし、リーグ戦とはいえ1敗までならセーフだ、2敗までならセーフだ、いや3敗までは大丈夫でしょうみたいな、やっぱそういう考えで僕はリーグ戦やってないですから、1つ負け2つ負け、いやこれは痛いぞとやっぱ思ってましたよね、心のどこかで。まあ焦ったところで負けがなくなるわけじゃないですからね、
その辺のこう冷静に考えられるのはやはりこの1年間の戦いで得た自信が自分をトランキーロでいさせてくれるというか。非常に苦しい展開ですが、ここから逆転の内藤哲也、皆さんありがとうございます。ローズイコベルラーズエハポー。 A ブロック4日目、依然首位のモクスリー、後を追うのはジュース。ジェイ・ホワイトがジェフコブを下し初勝利を奪った。台風の影響で大荒れのこの日、メインイベントは A ブロック全勝対決となった岡田和親 VS 健太。やっぱり今新日本だけでなくて、まあ、プロレス界を背負って立つ、まあ、トップの選手のうちの一人というのは、まあ、戦う前からそういう印象はありましたけど、まあ、戦ってみて、まあ、まさにそうだなという感じですね。はい。5日目、岡田が単独トップに。ザック・セイバー・ジュニア、バッドラック・ファレの優勝決定戦進出が消滅した。昨日とは打って変わって晴天の名古屋決戦。これまで全勝のモクスリーが内藤と激突。
日目の得点状況はこちら。依然全勝のモクスリーが首位、2勝3敗が7人並ぶ混戦模様に。A ブロックは後半戦に突入。熾烈な優勝決定戦進出をかけた戦いがさらに激しさを増す。この結果、真田の優勝決定戦進出が消滅。優勝の可能性はなくなってしまった真田が意地を見せた。そしてメインイベントは連覇を狙う棚橋と、優勝決定戦進出に望みをつなぎたいイービル。みんなに一つ約束しておきます。 G1 クライマックスチョックラ2連覇して引きます。分かった、怪しかった。もう一回 G1 クライマックスチョックラ2連覇してきます。A ブロック6日目、この日敗れたアーチャー、オスプレイが脱落。B ブロック、首位を独走するモクスリーが矢野徹の策略にはまり、よもやのリングアウト負け、初黒星を喫した。そして迎えたメインイベントは首位を追う後藤博之と石井智弘、ゴツゴツのケイオス同門対決。毎年ね、石井選手と G1 でしか当たらないですけども、うん、毎年バチバチやり合える相手なんで、うん、
勝利です。これだけは言わせてください。G1 の G1 ここは熱い。ありがとう。ついに連勝が止まったモクスリー、それを追う7選手がひしめき合う混戦状態に。昨年の優勝決定戦と同じカード、共に4勝2敗の棚橋博 VS 井伏浩太。昨年あと一歩のところで涙を飲んだ井伏にとって負けるわけにはいかない天王山。1年前の雪辱を果たした井伏、歓喜の勝利。まあ棚橋さん本当にありがとうございますっていう感じで棚橋さんの手に手をかけたんですよ。その瞬間にもうとっくに超えてるよっていうことを言われて、それはもうこらえきれなかったですよね。なんかその瞬間にいろんなものをなんかこうもらったというか、まあ託されたというか、そういう感じがちょっとしました。棚橋さんの言ってたその覚悟っていうのが僕は分かってたつもりだったんですけど、今思うとまだまだ分かってなかったのかなっていうのを感じましたね。あ、こういうことが言いたかったんだな、このぐらいの覚悟ってことだったんだなっていうのを感じました。メインイベントは連勝の岡田と優勝の可能性はついえた真田。これまで一度も勝ったことのないライバルに挑む。岡田戦で結果を出さなかったら何のための G1 だったんだろうって終わってたかもしれないですよね。自分が一番かっこいいと思ってるベルトを巻いてる、必要以上に意識はしましたよね。時間はわずか13秒、劇的な勝利は初の岡田超え。ライバルに勝ったので、久しぶりにあれやっていいですか。本当のことを言うと、日本で一番ここ大阪がめっちゃ好きやね。この夏岡田和親に勝って最高の景色を見せられたし、自分自身も最高の気分でした。俺がチャンピオンになったら新しい景色持っていける自信はありますね。A ブロック7日目、真田が岡田の連勝を止め、
イブシが2敗で後を追う展開に。この日のメインイベント、運命的なシングルマッチ初対決。お互い高校3年生だった時、アニマル浜口ジムで初めて出会った時からスパーリング何回やっても勝てなかったんで、おそらく僕の一生100敗ぐらいですね。この借りは必ずプロのリングで返してやるんだと思ってたので、ついにこの時が来たなと。こういうシチュエーションをいつか望んでいたのに、いざ目の前に来ると緊張してんだよね。2人がこういうことをしたいなって思ったことの一つがね、実現できたんじゃないかなって思うと感慨深い試合ではあったけど。控室でね、内藤と喋って、ちょっとやられたまんまじゃ終われねえから、30代のうちにもう一回やるぞって言ったら、内藤は苦笑いしてて、何も答えてくれなかったけど。それ言われた記憶ないっすね。それ本当に言ったんですかね。彼は割と控室で口数多いんですよ。彼だけ一人ベラ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 ずっと喋ってますから、だから雑音としか僕は思ってなかったかもしれないですね。まあいろんな選手からいろんな技食らって、それは大変だったっすけど、やっぱ一番きつかったのはコスチュームなくしたことですかね。もう精神的に来ましたよ。やっちゃったなって。8月4日大阪大会で履いて高木戦だったので、これはちょっとこのコスチュームは記念に取っとこうかなって思った後、一回も見てないですね。大阪で落としたのか全く記憶にないです。ホテルに電話しても忘れ物はないって言ってるんで、どっかで落としたんでしょうね。もしくは高木が記念に持ち帰ったかですよ。これがこの夏一番過酷だった出来事ですね。そしてこの男にも災難が。レスラー人生で一番きつかった瞬間は今回味わったなと思って、死にかけてる、本当に死にかけてる。あれはジュースとの試合で、まあ、最後俺、ね、ノーブが落としてったウイスキーを代わりに含んだんだけど、ダメージを負った状態で、まあ、もちろん息も上がってる状態でウイスキーを口いっぱい含むっていう行為はどんだけ危険な行為かっていう。あれ本当に息ができなくなって、もう全身ビリビリビリってきちゃって、人生で一番死ぬかと思った。あれが過酷だったね。やっぱこれぞ G1 だと思ったよね。 B ブロック7日目、内藤に敗れた高木がここで脱落。首位のモクスリーは連敗を喫し混戦模様に。佳境に入ってきた G1 クライマックス29。 A ブロックは1敗が即脱落の可能性のある戦いへ。
敗れた棚橋、健太の優勝決定戦進出が消えた。の丸め込みをしのぎ、いぶしが勝利、2位をキープ。そして首位の岡田と優勝決定戦進出にわずかな望みをかけるイーヴィル。この試合に勝てば優勝決定戦進出の可能性があったよな。だからかけてたよ。負けて悔しかったよ。今年の G1 の結果には満足してないけど、自分の中で掴んだ感覚はあったよ。5月の石井戦から自分の中で掴む感覚があって、あとは結果だ。 A ブロック首位の岡田と2位のイブシ、最終戦の直接対決で優勝決定戦進出が決まる。9選手が優勝決定戦進出の可能性を残す大混戦の B ブロック。生き残ったのは、
選手が勝ち点10で並ぶ B ブロック、優勝決定戦進出はリーグ最終戦で決する。真夏の最強戦士決定戦もクライマックス。戦いの地は日本武道館3連戦。This is one of, if not the biggest matches of my entire life. It's the first time I've ever been in a ring with the ace. And I do have to say, it was such an incredible like moment just to hear the bell. And it still doesn't feel real. I can't generally put into words the feeling that I felt, except for utter joy. To know that I bested that man, but it's not like I beat Tanahashi, therefore I'm the ace. It's nothing along those lines. It's what he wants to give back to New Japan fans is exactly what I want to give to New Japan fans. 初日のメインイベントは岡田和親 VS 伊武氏康太。新日本プロレスのゴールデンカードで A ブロックの行方が決する。全試合印象残ってるんですけど、やっぱり岡田さんとの試合ですかね。うん、岡田選手との試合は。まあ、勝てないと、まあ、結局優勝決定戦に残れない、うん、最終日に残れなかったんで、うん、まあ、岡田戦はちょっと自分の中でも、うん、その試合の内容もそうですけど、まあ、一番印象に残ってますね、やっぱり、うん、久々に戦ったっていうのもあるし、うん、いぶしが岡田から初勝利し優勝決定戦進出を決めた。もうあそこまで行くともう勝つしかない、うん、どちらかというと勝ちに徹してましたね、うん、100%、うん、勝たないといけない、うん、やらないといけない使命、うん、同じように決勝まで行って負けるっていう過ちは繰り返さない、うん、だからまあ最低でも、うん、あの優勝決定戦までは残る、これがもう僕の中で今回の G1 の最初の目標だったんで、うん、B ブロック突破の可能性のある後藤弘樹、ジョン・モクスリー、内藤哲也、ジェイ・ホワイト、最終戦での勝利が絶対条件となる。
の試合はジュースが6月のリベンジを果たした。敗れたモクスリーはここで脱落。高木に敗れ G1 を終えた。高木はその直後ヘビー級転向を宣言。無差別としてやっぱそのニュアンスってある意味ジュニアとしても見られてしまうし、無差別としてヘビー級に挑戦って言ったら、あ、やっぱ五分として見てないんだなっていうのが俺自身感じたから、これはやっぱ逃げ道なくすためにははっきりしなきゃいかんなと。このまま勝ち逃げでね終わらせるつもりはありませんよ。はい、彼がヘビーに来たならなおさら、後藤モクスリーが敗れたため、この試合の勝者が優勝決定戦進出となる。メインイベント、内藤哲也 VS ジェイ・ホワイト。もちろん考えてました。ただやっぱ今大事なのはまず J ホワイトに勝つことだと思ってたので、まあ、翌日のことを意識しつつも、でもちゃんと対 J ホワイトにこう気持ちは向けてました。彼が見せる笑顔とかが果たして本当に余裕のある笑顔なのか作り笑顔なのか、なんかその辺をこう試合で感じたいなって思いながらリングに立ちましたけど、切り返しの応酬から一気に畳みかけたジェイが完璧なスリーカウント、初の優勝決定戦進出を決めた。この結果により G1 クライマックス29優勝決定戦はイブシコータ VS ジェイホワイトとなった。See what I did to his leg? Expect more of that tomorrow. And don't expect him to make a pass. Five, I'll give you 10 minutes. どんなことがあってもイブスさん、去年優勝できなかった分今年優勝してもらいたいなと。優勝はジェイ選手、あの徹底したヒールっぷりが大好きなんで、左足粉砕で髪声がかっこいいんで、そんなにフレーズなんだから返されますよ。イベス選手、諦めない、諦めない。1ヶ月以上にわたる激闘、ついにファイナル。自分の中で決めたのはもう絶対に諦めない、それだけです。
ーや困難を乗り越え、イブシコータが悲願の初優勝、令和初の G1 覇者となった。諦めない心は一番大事ですね、うん、何でもやっぱり気持ちなのかなと、はい、うん、そうなんか思える1年でしたね、はい、これ本当にただただ疲れすぎて動けなくなったっていうのと、あれは多分ですけど今思うと脱水症状だったんじゃないかなっていう、その2つですね、はい、限界は本当の限界でした。なんでずっとプロレスを広めたいって言ってるのかっていう理由としては、プロレスっていろんな可能性があるよって僕は思ってて、じゃあその可能性ってなんだっていう部分に、その一つにやっぱり諦めない気持ちっていうのは絶対入ってると思うんです。1月4日に IWGP ヘビー級のベルトを取ったまま、1月5日にインターコンチのベルトに挑戦するっていうのはどうですか？プロレスをやっぱり広めるにあたってやっぱり話題性もあるし、まあもちろんありえないことでもあるし、うん、何かを残したいっていう部分でもあるし、うん、まあ、より発信力が増すのかなという、はい、その2つのベルトを持っていると、自分の人生の中でもちょっと、まあ、プロレスも15年、6年目に入ってるんで、ここら辺で少し一つ、もう一つ、結果を残したいなと、でプロレスをもっと広めたいなと思ってます。諦めなければ夢は消えない、諦めなければ夢は叶う。Don't go my brother, I won't be afraid.